同性不婚は、同性の者のを一族の者のと犠牲し、その者のとの結婚を禁止する中国の制度。違反した場合の刑罰もあった。古代の夏王朝や陰王朝では、俗内婚に対して特に規定はなかったと伝えられているが、中央朝以降は長らく同性婚は忌み嫌われ、周辺諸国にも多大な影響を与えた。不形成社会の象徴的制度で、 儒教的思想に基づき支持されていたとされる。満足の立てた、清王朝の時代の末期に撤廃され、その後中国北部においては、同性婚も一般的となったものの、台湾では、慣習的に同性婚は避けられているとされる。同性不婚性の理由としては、子供が生まれた場合の近親交配による遺伝的な危険性ではなく、女性が不妊に陥りやすいことが挙げられていた。 李氏朝鮮では、同性不婚性をもとに、同性同本不婚なる制度を設け、本願が同じであれば、結婚を許可しないとしていた。つまり、本願が違えば結婚できるということである。これは、朝鮮の性が中国と比べて少なく、古代性と呼ばれるかね、李、僕、蔡、帝などの一部の性に人口が集中していることが、大きな理由の一つとされる。 この中国と朝鮮の制度の違いについては以下のような総話がある。文読、慶長の役で、明王朝との交渉に当たった朝鮮の官僚李徳慶は、大物政治家、李三海の娘婿となった。それまで、秋人たちは李徳慶の容疑、学識に敬意を払っていたが、その婚姻を知った途端に、万族も同然として軽蔑したという。朝鮮の制度では、 本願が違えば何の問題もないが、秋代中国の観点では同性との結婚そのものが許せなかったのである。韓国では第二次世界大戦後も同じ本願同じ性同士の男女は民法809条において禁婚とされ同性同本不婚の制度が存在していた。これには賛否があったものの1997年憲法裁判所が この制度の憲法不合致の決定をし、1999年より同性同本の禁錮を定めた民法の適用を中止することとなった。ありがとうございます。